はい、今日の本題ですけども、2024年5月1日から1ヶ月スポンサーを、務めていただきます。石川県の石窯料理トラモントの店長、吉田正史さんです。吉田正史さん、ありがとうございます。そして、今日の本題では吉田正史さんがどういう方かというところをね、掘り下げていこうかなと思います。まず、すごいことから言いますね。プペルミュージカルスポンサー2025年選ばれしスポンサーの一人でございます。素晴らしい拍手でございます。これも200万ほどのね、資金から、固めていくスポンサーでございます。そして石川県がねこの前大地震にあって、その仲間をね、まあ支えているというか炊き出しとかも行っている30何歳の青年です。吉田正史さんはね、前職は私と一緒で、施工管理の監督、大工さんですね。要するに建築のトップである、大工さんの施工管理を何年もされていて、そしてねご両親から受け継いだのかな、石窯料理トラモントというお店を今始めて飲食店をしてるんですね。こちらね、私も、去年かな、飲み会をホストクラブという名前でね、全然ホストしなかった飲み会を開かせていただきました。もう酒をたらふく飲んでね、一人でもうね、ウェイウェイしていたんですけども、こちらもすごい方がね、もう集まってくれて、15人ぐらい来てくれたのかな ?20 人ぐらいかな?もうワイワイウェイウェイ楽しかったんですよ。地震が起きる前でしたからね、石川県のトラモントさんでね、もうそりゃねウェイウェイさせていただきました。そして今ねクラファンでもその石窯料理トラモントさんでウェイウェイできる権利というのが出ていますんで、スナックトラモントさん、例えば今で言うとね豪勢なのが、白戸陽子さんが開く西村博文さんをお招きして、そこでねパーティーをするという、権利も出ているんです。権利というかイベントも出ていますね。あとは野戸清文さん、カモビズでは有名な VIP の一人野戸清文さんもこちらのスナックの権利を買っております。これも参加するしかねもうないんじゃないかと私思っておりますよ。すごい、そんなね、使用方法もあります。だって飲食店ですからね、皆さんがそうやってスナック開いてくれることがプラスになりますからね。今あのピクチャーブックというクラウドファンディングで、石窯料理トラモント吉田正史さんは頑張ってらっしゃいますけども、もう少しで300万円にね到達するという。そしてこの、5月まあ、ほぼいっぱいまで6月10日ぐらいかなまでやっておりますので、皆様美味しいお肉ね食べれるチャンス、家族に送るチャンス、そしてまあスナックを開いたりとかイベントごとをね気楽にできる、そんなリターンもありますので、よかったら皆さん、クラウドファンディングのページの方概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひクリックしてほしいなと思います。あ、こちらのページは吉田正史さんのね Facebook のページを貼っていますので、まあ友達じゃないという方はねメッセンジャーを送ってすぐ友達申請をしてほしいなと思います。いきなり友達申請をしてもね友達になってくれる可能性 50% ですけども、あのメッセンジャーを送って友達申請したらね大体 80% は仲良くなってくれるんでね、あ人間なんだって思うんでね、人間じゃないあのほら乗っ取りいるじゃないでしょうか、いるでしょう、なんかわけわかんないセクシーなね谷間を見せつけてる女とか、あれほとんど乗っ取りですからね。あとケツをね思いっきりあのアップにしてる女とかね、あんな地上はいない世の中にはね。それはもう全部詐欺広告なんでね、詐欺広告っていうか乗っ取りアカウントなんで気をつけてくださいね皆さん。まあそんなこんなでこの吉田正史さんのね魅力まだまだあります。もう本人はね、とても心を開きやすい素敵な笑顔を、放つ青年です。メガネでね、黒髪なんです。私が初めて会ったのはあれはどこだったかな、あれ何のイベントだったんだろう、なんかモントさん、ココさんとナコさんという石川家の仲間がね、連れてきてくれておりまして、そこでお会いしたのが初めてかな。それからね、モントさんは、まあ私が石川県に行ったりとかそういう絡みができて、まあねそういった飲み会とかさせてもらって仲良くなっている。あと SNS 上でもねつながっていて、こうやって1ヶ月スポンサーにも入ってくれたんですね。これはもうね1ヶ月全力応援するしかないでしょね。多分ね500万ぐらいもっとねやり方考えればいくと思うんですよ。これモントコンサル、モントコンサルというかモントニコンサルが始まるんですけど、もっとこうね、吉田さんもお仕事で今忙しいでしょうけど、石川県の悲惨な状況とかね今こんな状況ですっていうのを絡めた投稿、それを1投稿してクラウドファンディングの投稿を1投稿、これ1日にね多分2回すればかなりのね支援が集まるんじゃないかなと思います。まあ、これ、同情をね、絡めたやり方なんですけど、まあ、当たり前ですからね。
これビジネス上でこんなことを卑怯だなんて言ってたら何もできませんよ。あのビジネスの世界、人と争う世界、競合がいる世界ってもっとねやばいですから。もう裏切りね、そしてもう醜いこと、根回しなんて、足引っ張りなんて当たり前ですからね。私は基本的に足引っ張りっていう手段は絶対使わないですが、まあ、あの羊の皮をかぶったけだもの的な手法はいつもやっています。それはもうやって当たり前。あの人を蹴落とすようなことは絶対しませんよ。人のことを悪く言ったりとか、そういうことは絶対しません。ただやっぱ自分のところをねちょっと過剰に言ったりとか、自分の会社のねメリットとか、自分の会社の強みを多く言ったりとか、まあ多少数字のマジックを使ってね交渉に挑んだりとかね、そういったやり方をします。例えばで言うと、いやうちは年間ですね工事件数まあ500から1000件ぐらいは解体してますね。これ嘘じゃないんです。だいたい1ヶ月に5件ぐらいなんですけど、ちっちゃい工事含めたらもうあの小屋とか納屋とかもあるんですよ。あとコンクリートブロックとか、そういったのも一応解体でしょ。そういうのを含めた余裕でやっぱ15件とか行っちゃうわけですよね。そうなると15かけることの12でだいたい380件ですよね。さらにもっと言うとちっちゃい工事、1日で終わる工事とかもあるんですよ、ね、片付けとかね、そういうのを含めたらやっぱりねまあ余裕で20件とかもう行っちゃうんで25件とかね。そういえば500件以上でしょ。そういうことなんですよ。500件から1000ですから、こういったことはビジネス内ではもう当たり前、もう数字のマジックを使うっていうのは当然なんで、まあ、さっき言ったようにね同情票と絡めるということは何も卑怯ではありません。なぜかというと石川県は今本当に大変な状況です。それを発信することはいい情報でしょ。いい情報をばらまくってことは他者貢献なんですよ。たまには他者貢献もねそういうところを乗っ取ってかぶさってね使えばいいんですよ。だって誰にも迷惑かけないんだから。迷惑かけるならダメですよ。あの石川家の悲惨なね家のさ困ってる人たちの泣き顔を勝手に晒したり、これは失礼ですよね。そういうのはダメですけど、本当に家が壊れて今大変なんです、皆様あの石川家に来る際は気をつけてください。あそうだ、僕今クラファンやってるんです。何が悪いんですかね、同情しちゃいますよ。クラウドファンディングの鉄則ですよ。昔困った時にホリエモンさんが頭を下げてねロケットのあの打ち上げに失敗した時に何千万集まったと思ってるんですか。できる人ほど謝れるんですよ。頭を下げてお願いができるんですよ。そういう人だけが皆様から資金を集めることができて、その資金を持って挑戦することができて、エンターテインメントを見せることができて、さらに余ったお金で仲間の応援を仕返すことができるんですよ。何が悪いんですか。何にも悪いことはありません。だからねモントさんもそういった戦略をガンガン使っていってほしいなと思います。X とか Facebook、 Instagram 全てを活用して石川家の悲惨な状況、そして現実に困っている数字さらけ出していきましょう。時には動画で土下座してもいいぐらいです。その土下座で20万円の支援が集まるならなんて安い土下座なんですか。私1回の土下座で20万とか10万集まるなら毎日しますさせてくださいってなるでしょ。そういうことですよ。まあね、これは本当にプライドなんかいらないと思ってます。クラファンにプライドはいりません、本当に。まあこれビジネスでも一緒です。もうトップは頭を下げ散らかしてなんぼ、給料払えないなら銀行に行って土下座してなんぼですよね。それぐらいねしないとトップに立つというね資格はありません。やめるべきです。でもモントさんは違います。できます、できモントさんです。なのでね、私は今月はもうモントさんの応援頑張っていこうかなと思っておりますので、そんなね男らしいモントさんを皆様ぜひともね、あこれ YouTube で聞いてる方は分かんないかもしれないけど、あのピクチャーブックっていうね西野明宏さんがやってるクラウドファンディング、そこにね石窯料理トラモント、さんのねクラウドファンディングが開催されていますので、ぜひぜひともねこちらの応援の方をご検討してほしいなと思っております。石川県本当に今ね大変な状況で、もう家が崩れてるところがもうガラガラありますね。ガラガラとか言うなザラザラありますんでね、家が崩れてるからガラガラって今ね擬音が出ちゃったんですけど、本当に多いんで大変なんですよ。想像以上に農家の方とかも困っております。ぜひとも皆さんのね他者貢献な一本一手を
お待ちしております。皆様よろしくお願いします。ボンドさん頑張れ。